つ切りみたいになってるの。インスタで最近食べて美味しかったもの何って聞いたらいっぱい教えてくれた。嬉しい。たくさんありがとう。でなんかコンビニとかでちょっと買えそうなやつで気になったものをちょっと買ってこようかなと思います。ファミマにちょっと行ってきました。なんかね、ファミマでお芋フェアみたいなのをやってて、お芋系のねスイーツとかがたくさん出てるのね。それでファミマに行ってきた。こちらの紅はるかチップス、これねもうすでに1個食べてるんですけど、本当に美味しくって3個まとめて買いました。これは私からのおすすめ。これもお芋系、お芋のクイニーアモン。絶対美味しいこんなん。じゃん、雪見だいふく。雪見だいふくがなんか期間限定で、このお餅の部分が黄色いお月見みたいになってる。なんか可愛いと思って買ってきた。これは朝ごはんの肉まん。あとこちらたべっ子どうぶつのお札バター味。これも確実に美味しいですね、絶対。でこれがね一番多かったの、回答で。じゃじゃん。これみんな飲んだことある？私初めて聞いたんだけど、サントリーのハオウーロンって読むんだって。なんか SNS かなんかでバズってるのかな。めちゃくちゃ多かったんだよね。絶対美味しいよ。ちょっと飲んでみようかな。いただきます。うまい。香ばしい感じの味するのかなって思ったんだけど、全然マンゴージュースみたい。教えてくれてありがとう。これめっちゃ美味しいってな感じです。定期的にインスタで視聴者にね、なんかおすすめの食べ物とかね聞いたりして、こういう感じでおすすめ聞いて実際に買ってみたりとかしてるんで、よかったらインスタの方もフォローお願いします。めっちゃうまいなこれ。今は5時20分です。今本業の方の動画編集っていうか仕事が一旦一段落した状態で、今日は自分の YouTube で動画を上げたいので、今から超特急でサムネイルを作ろうと思います。あー、眠たいよー。サムネはいつも iPad で作ってます。めっちゃ古い iPad、 大学生になる時ぐらいに買ったやつだから、もう6年とか。なんとかギリギリで公開予約の設定ができました。今日のやることは終わり。梨を剥きました。これは幼なじみがくれた梨です。今日なんかね、一日ちょっと食欲がないので梨だけ食べて、今日はもう寝ようと思います。今が5時なんですけど、朝の9時半までにこの持ってる案件、仕事をどうしても終わらせたくって、今こうやってカメラに宣言しておくことによって終わらせなければいけない状況を作り出します。9時半だからあと4時間で仕事を終わらせます。肩こりやばいがちで、いででで。なんかこのいつも使ってる 4G のキーボードがプレミアと相性が悪くなっちゃって、今朝いきなり再生停止をこのスペースキーでね打ってるんだけど、押してもないのに勝手に再生停止されちゃって、久しぶりにこのレーザーのブラックウィドウを使おうと思います。はい、なんとかちょうどぴったり9時半に仕事が終わりました。で、こっから10時にミーティングがあるので、それまでにちょっと顔を作りたいと思います。おはようございます。お願いします。もうすぐ3時半ぐらいですね。今日はもう修正対応とかいろいろ仕事全部終わったので、自由時間って感じなんですけど、何しようかな。バーガー買いました。なんかモスの月見フォカッチャっていう、ハンバーガーじゃなくてフォカッチャな、ちょっとこの変わり種も気になったから食べてみようと思います。ポテトとオニオンリング、オニポテにしました。こんな感じ。中に半熟卵とソーセージが2本、パンがね、フォカッチャになってる。どんな味するんだろう。いただきます。普通にうま。なんかでもハンバーガーっていうよりも、なんかサブウェイとかのサンドイッチっぽい感じがする。ソーセージだからかな。ね、チキンバーガーって感じじゃないけど、すっごい美味しいです。うん。さすがモス。おー、全来た。来たー。かわいい。やばい。あー、かわいい。お。お願いします。お、来たー、やったー。目的の勝利先生引けました。何連、何十連だろう今ので。すごい。うわー、めちゃくちゃいい匂いする。あー、美味しい。とても美味しいでございます。